皆さんこんにちは。動物たちの世界には多様性があり、実に豊かです。自然はこのような素晴らしいものを何度も繰り返し想像することはできません。今回のビデオでご紹介するのは、私たちの地球に数えるほどしか残っていない希少な12種類の動物たちです。ヨウスコウカワイルカは中国中部の川長江に住んでいましたが、その生態についてはほとんど何も知られていません。このイルカは1918年に初めて発見され、すぐに地球上で最も数の少ない哺乳類の一つとなりました。1920年までの生息数は3000から5000頭と推定されていましたが、1990年には約200頭にまで減少してしまいました。さらに中国の急速な工業化により、10年後には絶滅が心配されるようになりました。2006年にはヨウスコウカワイルカの絶滅が公式に宣言されました。2007年8月、中国人居住者が長江で泳ぐ大きな白い動物の姿をビデオに収めました。これが最後となり、その後現在に至るまで誰もヨウスコウカワイルカを見た人はいません。中国オオサンショウウオは体長80センチメートル、体重30から70キログラムにもなる地球最大のサンショウウオで、最大の両生類です。上半身は灰褐色色で、色の濃淡がまだら模様のように見えます。環境汚染と食事や薬用目的の捕獲により、絶滅の危機に追い込まれました。現在では中国オオサンショウウオの姿は水族館でしか見ることができません。ロンサムジョージと呼ばれた有名なカメはピンタゾウガメの最後の一頭でした。想像してみてください。地球上のどこを探しても同じ種の仲間がもう一頭もいないのです。1972年ガラパゴス諸島北部にあるピンタ島で、ハンガリーの生物学者ジョセフ・バグボルギ氏がそれまでに絶滅していると考えられていたピンタゾウガメを発見し、アメリカの俳優ジョージ・ゴベルにちなんでジョージと名付けました。島にはピンタゾウガメの禁煙種もすでに見つからなかったので、バグボルギ氏は比較的近い品種の中からジョージのパートナーを探すことにしました。結局近くの島に住む2頭の禁煙種のメスが選ばれ、ジョージの元に連れてこられました。その後15年間、ジョージはこれらのメスに興味を示しませんでしたが、2008年に1頭のメスガメが卵を産みました。国立公園のレンジャーたちはすぐに卵をインキュベーターに入れましたが、全て無精卵で1匹も赤ちゃんは孵化しませんでした。異種のメスとの交配の試みは残念ながら失敗となりました。2012年、ロンサムジョージは100年以上の一生を終え、ジョージと共にピンタゾウガメは地球上から完全に姿を消してしまったのです。後にカメのジョージの一生について、悲しいながらもとても心に響く歌が作られました。こうして孤独なカメのジョージは世界で最も珍しいだけでなく、最も有名なカメになりました。アメリカンロブスターの色は濃い青緑色から緑がかった褐色まで様々です。中には青色などの珍しい色のロブスターもいますが、これは突然変異によるものです。他に白いロブスターもいて、それはなんと1億匹に1匹ほどしかいません。2010年にそのような珍しいロブスターが発見されました。ある時漁師のジェフ・エドワーズ氏は世にも珍しい2色のロブスターを捕まえました。このようなロブスターが自分と同じような仲間に出会う可能性はゼロであると言っても過言ではないでしょう。こちらが最後のキタシロサイです。レンジャーはこの最後のオスとともに最後の2頭のメスを救出しました。この大きなサイは VIP 並みの警備下で生活していました。自然保護区内で何をしていても、つまり寝ていても散歩をしていても、ガードが常に後を追いかけます。
それもそのはず、これは普通のサイではなく、サイの中では最大の珍しい亜種で、角を狙った密猟者による乱獲の結果、2008年までに自然には存在しなくなったサイだからです。密猟のピークは1960年頃で、サイの角は 1kg あたり7万5000ドルを超える価格で売買されることもありました。地球上の最後の北白サイのオスは2018年に死亡しました。残る2頭のメスだけが種の存続の希望となっています。ジャワサイは北白サイよりは少し幸運に恵まれていたようです。レンジャーによる24時間のガードではなく、自然保護区域のあちこちに設置されたカメラでの監視で済んでいるからです。また時々研究者たちが直接サイの観察に訪れています。皆さんも水槽で飼育されている一般的なタランチュラならご覧になったことがあるでしょう。しかしお尻が印鑑のようになっているクモを見た人はほとんどいないでしょう。シリキレグモは約1億年前から地球に存在している地球上で最も古いクモの一種です。生物学者がシリキレグモについて初めて記載したのは1901年です。しかしそれ以来100年以上経ちますが、野生のシリキレグモの目撃情報はわずか6件しかありません。ちなみに現在中国ではシリキレグモは特別な施設で飼育されており、ペットとして販売されています。1匹の価格は1万2000元前後ということです。ダイオウイカは巨大なサイズにまで成長し、胴体先端のヒレから触手の先端までの長さの最大記録は約 16.5 メートルで、触手を除くと約5メートルです。地球最大の軟体動物であり、全ての基地の現代無脊椎動物の中で最大級です。南極の深海に生息するダイオウイカの重量は 275kg を超えることがあります。今日に至っても深海のイカについてはあまり知られておらず、捕獲されることも極めて稀です。南極の深海に住むイカの捕獲が最初に成功したのは1970年代で、その次に成功したのは2007年のニュージーランドでの試みです。ある記録によると、その時漁師たちが捕らえたイカは 495kg もあったということです。ホワイトタイガーやゴールドタイガーは実質的に飼育下でのみ見ることのできるトラです。この美しい毛皮は異なる亜種の交配により誕生します。世界中の動物園にこのような色合いのトラが約30頭飼育されています。なおホワイトタイガーの出現頻度は通常食の1万分の1です。ホワイトタイガーは現在世界で約130頭が飼育されています。フロリダパンサーはピューマの亜種の中で最も数が少なくなっています。現在フロリダパンサーのほとんどの個体はフロリダ州立保護区に生息しています。1970年代フロリダパンサーの数は20頭という極めて危険なレベルまで減少しました。このような状況に追い込まれた主な理由の一つとしては、自然の生息地となっていた沼地の干拓です。フロリダパンサーは自然界で出会うのが極めて稀なため、西部の幽霊とさえ呼ばれることがありました。オカピは何の動物の仲間かご存知ですか？実はオカピはクジラ偶蹄目キリン科オカピ族に属する唯一の種で、存在の歴史は長く、古代エジプトの書物の中にも記述が残っています。主な生息地はコンゴ共和国の鬱蒼とした熱帯林です。コガシラネズミイルカは最もユニークな進化を遂げたものの、絶滅の危機に瀕している動物たちの一つです。コガシラネズミイルカは他の絶滅危惧種とは異なり、狩猟の対象となったことがありません。この種の生存を主に脅かしているのは、漁業用の網に偶然かかってしまうことです。コガシラネズミイルカは
カリフォルニア湾でのみ見られ、その他は世界中のどこでも生息していません。そして現時点では自然界には300頭前後しか残っておらず、近親交配の心配もあり、今後の見通しは明るいとは言えません。さて皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらぜひいいねを押してください。ではまた次回お会いしましょう。